一般的なタコ揚げの後継中国の伝統ダコ、黒鍋底、ツバメダコの原型。もともとは、墨式で兵士が描かれていたという。日本の様々なタコ、富岳36系に描かれた、江戸のタコダコの糸に仕込む初期の岩木発見ハイムにて、滋賀県東大見市の妖怪地王ダコ、祭りダコとは、糸で敬意して、揚力を起こし、空中に費用させるもの。 木や竹などの骨組みに紙、布、ビニールなどを貼って、紐で反りや形を整えて作られる。世界各地にある。日本では、正月の遊びとして知られ、古語あるいは地方名でイカ、ハタ、イカなどとも言う。半ば伝説的だが、中国で最初にタコを作った人物は、後代に、交渉の祭人として祀られる露伴とされている。のタコは鳥形で、 3日連続で揚げ続けることができたという。ほぼ同時代のスミテ敵が、紀元前4世紀に3年がかりで特別なタコを作った記録がある。露伴、スミテキのどちらのタコも軍事目的だった。中国のタコは昆虫、鳥、その他の獣、そして竜や鳳凰などの伝説上の生き物など様々な形状を模している。現代中国のタコで最上のものは、 竹の骨組みに絹を貼り、その上に手書きの絵や文字などがあしらわれている。日本では平安時代中期に作られた辞書和名類受賞にタコに関する記述が以下、紙老飛びとして登場し、その頃までには伝わっていたと思われる。日本の伝統的な和タコは竹の骨組みに和紙を貼ったタコである。長方形の角ダコのほか六角形の六角ダコ、 やつが手を広げたような形をしているヤッコダコなど各地方独特の様々な和ダコがある。タコに球状のうなりをつけブンブンと音を鳴らせながらあげることもある。タコの安定度を増すために尻尾と呼ばれる細長い髪をつけることがある。尻尾は真ん中に一本付ける場合と両端に二本付ける場合がある。尻尾をつけると 回転や横ぶれを防ぐことができ、真上に上がるように制御しやすくなる。14世紀頃から交易船によって、南方系のひしがだこが長崎に持ち込まれ始めた。江戸時代の17世紀には、長崎出島で召喚の使用人たちがたこ揚げに興じた。ことから、南蛮線の旗の模様から長崎ではたこを、旗と呼び、ひしがだこが、盛んになった。 これは、中近東やインドが発祥と言われる菱形ダコが、14から15世紀の大航海時代にヨーロッパへと伝わり、オランダの東方交易により、東南アジアから長崎に広まったものとされる。江戸時代には、大ダコを揚げることが、日本各地で流行り、江戸の武家屋敷では、タコ揚げで損傷した屋根の修理に、毎年大金を費やすほどだった。競技用のタコには、 相手のタコの糸を切るために、ガラスの粉を松ヤニなどで糸に引いたり、歯を仕込んだ岩木をつけたりもした。このような状況が、世相に混乱を招き関係の介入に及び、当時は、一般的に、イカ揚げとして親しまれていた娯楽は禁止されることになった。したたかな庶民は同じ遊びを、イカ揚げではなく、タコ揚げだと、ヘリクツで逃げ道を作り、 関係も厳しくは追求しなかった。このため、以後、タコ揚げとして周知されるようになったという。長崎でも、農作物などに被害を与えるとして幾度となく、禁止令が出された。明治時代以降、電線が増えるに従い、市中でのタコ揚げは減っていくが、正月や、節句の子供の遊びや祭りの楽しみとして続いた。1910年、森下達之助は、 飛行機タコを発明し、高村への献上を出願した。スポーツカイトは1960年代に登場したタコである。2本、4本など、複数のラインを用いて、自在に操ることができる。第二次世界大戦中、アメリカ海軍では、対空射撃の訓練用として日本ラインのタコが使用され、これがスポーツカイトの原型となった。 定期的に競技会が開かれ、決められた図形をタコでなぞっていく規定競技や音楽に合わせて様々な技を披露する、バレエなどで操縦技術を競い合う。以下のようなタコがよく知られている。なお、日本ではこれら分類とは別に和紙や竹などから構成される、和ダコと海外から輸入され、ビニールなど様々な素材で構成される、洋ダコに大別される。 江戸時代後半から明治にかけて、日本では数多くのタコが作られてきた。和紙と竹に恵まれた日本では、地域ごとに特徴のあるふるさとタコが生み出され、伝統が受け継がれてきた。和タコといっても形も名前も様々である。ふるさとタコは、地域の自然や暮らしに結びついた大切な伝統文化なのである。 その主なものを挙げると、角だこ、津軽だこ、南部だこ、べらぼう、まなぐ、まきいか、大だこ、やつ、とんび、べか、ぶか、あぶ、ますいか、つりがネいか、いぐりたこ、ようかんべタ、はた、ぶんぶん、まったく。二代目、歌川広重の描いた丸だこいか、日本のたこの例を画像で挙げる。なお、ひしがた、鳥形のタコや竜を模したれんだなど、世界には、 様々なタイプの伝統的なタコが存在する。また、現代のタコには空気を入れて膨らませるようなものもあり、さらに多様な形状を取るようになっている。これらの画像については、英語版などを参照のこと。正月飾りに使用されるタコ長崎市コンピラ山での、旗揚げ同様の里タコ揚げ祭り浜松の大ダコ祭りダコをタコと呼ぶのは関東の方言で、 関西の方言では、イカ、イカのぼりと、明治初期まで呼ばれていた。江戸時代になると、イカと書いて、イカのぼりと読むようになった。イカのぼりを売る店もあり、日常的に遊ぶ娯楽になった。しかし、イカのぼりをあげている人同士で喧嘩になったり、通行の邪魔になったり、大名行列の中に落ちたりといった問題も起きていた。それを受けて1650年代に、 イカのぼり上げ禁止令の考察が立ち、禁止を回避するためこの頃から、タコという呼び方に変わった。なお、それでも問題が起こるのでさらに、タコのぼり禁止令も出た。タコが、タコや、イカと呼ばれる由来は、タコが髪の尾を垂らし空に上がる姿が、タコや、イカに似ているからという説がある。長崎では、タコのことを旗と言い、旗揚げ大会が開かれる。 方言集権論からは、近畿、北陸、中四国の一部にイカ、それを囲むように、東日本、四国南部、九州東部にタコがあり、さらに、この外側、東北北部と九州西部に、旗が見られ、旗、タコ、イカと変化していったものと考えられる。世界各国のタコでは、それぞれ空を飛ぶ動物などの名前が付けられていることが、多く、英語では飛び、 フランス語では、クワガタムシ。スペイン語では水星を意味する単語で呼ばれ、日本のように水星動物の名前で呼ぶのは珍しい。正月遊びとしてのタコ揚げには意味があり、天高く揚げて、男の子の健康、成長を願う。日本ではかつて正月を含む冬休みには子供たちが、 タコ揚げをする光景がよく見られ、玩具店のみならず子供たちが買い物をする頻度の高い、身近にある駄菓子店や文房具店などでタコも販売されていた。特にタコ揚げが盛んに行われていた1970年代には、冬休みの時期には、電力会社が、スポンサーの夕方のニュース番組で、タコ揚げは、電線のない広い場所で、電線に引っかかったら、 電力会社にご連絡くださいという内容のコマーシャルがよく流されていたほどで当時のトラブルの多さを伺わせる。1980年代以降は、たこ揚げが安全にできる広い空間が少なくなったことに加え、テレビゲームなど新しい玩具の普及、少子化などもあり、正月のたこ揚げの光景も少なくなった。 ただ単に人が集まりタコをあげるだけではなく、見た目の美しさや、対空時間等を競うものもある。また、タコ同士をぶつけ合ったり、相手のタコの糸を切ったりすることで勝利を競う、タコ合戦という文化もある。日本国内では、正月のほか、5月の単語の節句の行事として、子供の成長を願って、全国各地で、 タコ揚げ大会などタコ揚げに関する催しが行われることが多い。滋賀県東大見市では、面積100畳、重さ約7 0 0ラムの大ダコを揚げる、妖怪地大ダコ祭りが行われてきた歴史があり、世界ダコ博物館に東大見大ダコ会館が開設されている。この妖怪地大ダコは、江戸時代中期から始まった。1882年には、 240畳の大凧が揚げられたという記録がある。現在では、大見大岡市の大凧揚げ収族は、国の選択無形民族文化財に選択されている。他にも大凧を揚げる大会としては、新潟市の白根大凧合戦、浜松市の浜松祭り、愛媛県内古町の伊香崎の大凧合戦、埼玉県春日部市西宝朱花、大凧揚げ祭り、他には、 相模原市、神奈川県座間市などのタコ揚げ大会が知られている。インドでは、グジャラート州やマハラシュトラ州など各地で盛んに、タコ揚げ祭りが行われるが、タコ糸にガラスなどを貼り付けて、近場のタコの糸を切る、いわゆる喧嘩祭りのスタイルをとることがある。こうしたタコ糸は、マンジャと呼ばれるが、危険性のため、ニューデリーなど、人口密集地では、使用が禁止されている。 マレーシアでは、民族の象徴的な存在であり、紙幣やコインのデザインとしても採用されている。また、マレーシア航空の尾翼のデザインはタコをかたどっている。高知県の土佐ダコは、戦国時代、長我壁氏が、牢城戦で、糸の風切り音で敵を威圧したり、戦場を測量したりするために使ったことが、始まりと伝承されている。 大田湖に乗って、名古屋城の金シャチを盗もうとした盗賊の話が知られている。この話は、江戸時代に実在した柿の木金助という盗賊がモデルになっている。実際には、柿の木金助は、名古屋城の土蔵に押し入ったに過ぎないが、1783年に上演された芝居、京成黄金シャチによって、金シャチ泥棒として世に知られるようになった。 忍術書の、高外忍術極秘には、源義家による欧州合戦金沢作戦目の時、服部玄蔵という芥川流の小柄な人物がいて、大凧を作らせ、台風が吹いている中、乗せて、空中より火を降らして、焼き打ちにしたという記述が残されている。創作ではあるが、兵器としてのアイディアが、近世からあったことがわかる。横山光つの漫画並びに、 それを原作とした特撮テレビドラマ、仮面の忍者、赤影などでは、忍者が大凧に乗って、偵察や戦闘を行う描写が見られる。戦艦危機器のドイツでは、ハイパーインフレーションにより、タバコ一箱が数億丸くもする状態になり、紙幣は価値をほとんど失ってしまっていた。こうした背景から、 当時の子供たちは紙幣を貼り合わせて作ったタコで遊んでさえおり写真も残されている。1752年当時楽器の発明で有名だったベンジャミン・フランクリンは雷雨の中でタコをあげて雷が電気であることを証明した。これは感電の危険がある。フランクリンが成功したのはマグレと言ってもよく 当時にも追試で何人かが感電死している。長い糸を伴うタコは高所や落下地点との間にあるものに引っかかったり絡みついたりしやすい。特に送電線や配電線、電車の架線などの場合、給電障害の原因となったり、一般人が自力で回収しようとすると感電の原因になったりする危険性があるため、 管理する、電力会社等に連絡して取り除いてもらう必要がある。タコをあげたり運んでいる最中に直接的に、または取り除こうとして、間接的に、感電事故により多数の死傷者を出している。また、タコ自体が不意に落下したり、あるいは強い揚力により、地上の人を引きずったりして、人を死傷させる事故もある。その他、飛行機や道路、 鉄道交通に影響を与えたりする危険性がある。日本国内では航空法に基づきタコをあげる空域によってはあげることが禁止される場合またはあげる場合に事前に国土交通大臣への届け出が必要な場合がある。ガザ地区に居住するパレスチナ人がイスラエルに対抗する手段の一つとして火をつけたタコを放つことがある。2018年以降は 抵抗運動の象徴的なアイテムとなった。イスラエル占領地側に落下したタコは火災の発生源となり、農地や森林などに被害を与えることがある。ありがとうございます。